いつも競輪ジャーニーをご覧いただきありがとうございます。今回は静岡県の元競輪選手49期の加藤博俊さんにお話をお伺いすることができました。それではどうぞご覧ください。加藤博俊さんとも走ったことも1回か2回だと思うんですけど、同じ S 級1班って言っても全然ランクが違いますよね。その中でも軽自動車と F1 レーサーぐらいのね違いがあって全然違いますね。やっぱトップクラスは強さが今のね、例えば SS 級とかっていう人たちで、だからすごいと思いますよ。僕らから見てもいやこの人たち人間じゃないっていう思うぐらい強かったですね。何を食ってんだろうとか思ったし、なんかこの人たちニトロでも食ってんのかなっていうぐらいの強さでしたね。ダッシュ力も違うし、トップスピードも違うし、トップスピードをね巡航する持久力も違うし、全てが違って、いやもう本当に何やってもかなわないんだなって思ってましたね。だから吉岡君ともね走ったことありますけど、もう全然こうブロックどこじゃないですよね。遥か彼方ピューンっていっちゃうんですよね。ブロックじゃないですよ。ただもう本当に空振りで終わっちゃうぐらい遠くをねスーッていっちゃうんですね。僕が8人いて彼ら1人でも勝てないですよ。8対1でも勝てないですね。そういう人たちですよ。だから僕のね Facebook に載ってる中野さんとか吉岡君とか、山口浩二君とかね、山田裕二君とか、今でも仲良くさせてもらってるんだけど、彼らは本当にちょっと別格でしたね。そういう人たちとも同じレース乗ったり同じ開催で話をしたりっていうところから始まって、今でもね引退してからもお付き合いしていただいてるので、大変ありがたいですね。井上重則さん、井上さんとは走ったことはありますよ。いかがだったですか？もうなんかね、井上さんってすごく競り合いが強いでしょ、僕は井上さんに憧れて、もともと自力選手だったんですけど、もうちょっと通用しなくなってきたんで、静岡ってもともとその追い込みマーク選手がすごく多いんですよ。で先ほどちょっと話に出た国町和弘さんとかね、もう全国的なマーク選手ではないですか、そういう伝統があってマーク選手になる人が多いんですけど、僕も自力にちょっと限界を感じてマーク選手になりたいって言った時に、当時井上さんが一番全国一のねマーク選手だっていう評判で、井上さんに憧れて、自転車も井上さんと同じメーカーの同じ色のもの乗ってたりとかで、黒の2番車をって、井上さんってなんか黒の2番車のイメージがあるんですよ、で僕も2番車着るとなんかこう なんか気合が入ったりしてね、それで井上さんに憧れてずっと自分のレーススタイルみたいのを確立していったんですけど、実際に一緒に走ってみるとね、井上さんのもう横にただ周回中に並走しただけでものすごい圧迫感あるんですよ。全然その競り合うような場面じゃないです、まだ周回中なんで。だけど横をスーッて言ったけど、でも自然と体がスーッて逃げていくぐらいの圧迫感っていうか、そういうのがあるんですね。だからもう絶対競りたくないと思いましたよ。もう威圧感がすごいですね。でもね、宿舎の食堂なんかでは、僕が憧れてた先輩なので、ちょっとアドバイスしてもらったりとかいろいろ話はしてた中なんで、食堂でね、一緒にちょっとお酒飲んだりとかそういうこともあったんですけど、もう本当普段は穏やかなね、すごい優しい人なんですよ。レースの時だけも本当に鬼のようになるというね、勝負に徹してるというね、そういう方でしたね。加藤さんが競輪選手を志したきっかけ、教えていただけないでしょうか？うちの父親がね、競輪選手だったんですよ。あ、そうなんですか？そうなんです。それで子供の頃からね、将来はその競輪って何かも知らないんだけど、もう子供の頃から競輪選手になりたいと、父の姿を見ててね、なんか自転車を持っていつも出かけて、何日も家を空けて帰ってくると傷だらけで帰ってきたりとか、お金たくさん持ってきたりとか、お土産買ってきたりとか、何やってるんだろうって、何やってるかわからないけども自転車で競争してるみたいだよっていうのは漠然と分かっていて、そういう家庭に生まれたから自然とね競輪っていうものを知ることになって、将来は競輪選手になりたいと、自然にそういう方向に行ったんですよ。お父様は何期生でございますか？6期ですね。6期ではない。6期、フルネームを教えていただいてもよろしいでしょうか？加藤忠志と言います。競輪選手になるまでの練習ってやはり厳しかったのでしょうか？厳しかったですね。僕は競輪選手になりたいということを父に打ち明けた時に、中学の時に打ち明けて、とにかく自転車を組んでくれということを言ったら、まだ早いということでね、まずは体力をつけろって言って、で陸上競技とサッカーをやってたんですよ。で高校から自転車部に入って実際に乗り始めたんだけど、とにかく父もやるからにはね、その高校のレギュラーになれっていうことで、一番を目指してやるんだということでね、
父がレース以外の日は毎日ですね、はい、朝4時に起きて、まあ起こされて、はい、早朝練習を、はい、やって、はい、でその早朝練習が終わって帰宅して朝飯食って、で今度はその当時の高校まで15キロぐらいかな、自転車通学をして、で帰りにその部活の練習を静岡の競輪場でやって、で帰宅して夕飯を食べて、また夜の自主トレを、まあ、父に、まあ、無理やりやらされてたんですよ。夜の自主トレはどんなメニュー？まあ、夜はそのローラーですね。うん、ローラーを1時間とかでその中にもがきを何本入れるとか、はい、そういうのは父がメニュー組んで、もう横につきっきりですよ。それはそう、辛いですよ。プレッシャーだし緊張感と苦しさと、はい、あ、そのローラー練習がやっぱ精神的にも肉体的にも一番きつかった感じですか？そうですね、もう本当は寝たいんですよね。もう晩飯食ってね、腹がいっぱいになると眠くなっちゃうんで、もう寝たい、 そのまま寝たいなって言うんだけど、はい、まだ8時9時から、はい、やるぞーっつってやらされたっていうところですよね。あ、それはきついですね。きつかったですね。でもなかなかそのトレーニングの効果が、まあ、成績として現れなくて、その当時自転車競技が強い部活だったので、はいはい、30名以上は部員がいたんですよ。でも種目にね、そのレギュラーになれる人って限られてたので、はい、僕はずっと2年生まではもうビリの方だったんですよ。あ、そうなんですか。だからレギュラーになれなかったんですよ。あ、そうなんですか。はい、でなんか、まあ、ある時に、まあ、ちょっと先輩のアドバイスで急にタイムが出るようになって、あ、そうなんですか。そっからはずっとねレギュラーになれたんですけど、はい、まあ、低迷期が結構続いたんですね。あ、そうなんですか。はい、意外です、ずっと強いイメージが。いや、なかなかねその成果が現れなかったから、はい、余計に父もね、はい、歯がゆさがあってまだや足りないんだっつって言うしね僕は僕でもうこれ以上無理だろっていうもんぐらい思ったんだけど、やっぱりなんかきっかけですよね。その先輩は選手になった方ですか？そうですね、はい、選手になった方で、まあ強い、まあ、高校時代強い選手だったので、はい、その 1000m のねタイムトライアルのタイムがずっと出なかったので、はい、こうやって走るといいんだって言って、まあ、僕なんかただスタートから全力疾走でどこまで持つかっていう走り方をしてたんだけど、いやそうじゃないっていう、その走り方があるんだって言ってね、ペース配分とかっていうのをアドバイスしてもらって、なんかその通りやったらすごいタイム出たんですよ。あ、そうなんですね。えっていうね、そんなに苦しくもなく、あ、やっぱコツがあるもんだなと思って、それからはずっと良かったですね。